塩の取引相手としてセレノアの前に現れたエスフロストの重鎮スバローグ。彼は打倒グスタドルフの野心を隠し持っていた。ロランの正体を明かされたことで共通の敵を確認したスバローグは密かにウォルフォート家との共闘を約束する。グスタドルフが着々と勢力を拡大する一方で、ウォルフォート家も少しずつだが確実にその力を取り戻しつつあった。無事に塩の取引をやり遂げたセレノアたちだったが、落ち着く間もなくハイサンドに向かうことになる。ソルスレイ・エンデと共に教皇宮へ参上せよ。教皇から直々に召集を受けたためである。もし、セレノア・ウォルフォート殿とお見受けしますが。いかにも、そちらは教皇のご使者か。はい、謁見の準備に時間がかかっております。もうしばらくお待ちいただきたい。わかりました。では、準備が終わり次第お迎えに上がります。いい機会だ。ハイサンドの街を見て回ろう。教皇が我々を呼び出した意図がわからない。街でどんな噂が流れているか調べておきたい。情報を集めると、教皇の意図が民に漏れているとは思えませんが。だとしても民の様子を知っておくのは悪くはない。ハイサンドとは長い付き合いになりそうだからな。もっともですね。では手分けをして街を回りましょう。私は円弧の方へ行ってみます。頼みます。一回りしたらまたここに集合しよう。ヒューエット、この国は良いな。皆一様に笑い、暗い顔一つない。不平不満、羨望、妬み、そういったものがまるで聞こえてこないのだ。良い祭りごとが行われている、そういうことなのでしょう。ああ、見習いたいものだ。僭越ながら私には少々不気味に映ります。ほう、不気味に。これだけの人間がいるのです。思うところも欲も千差万別、その全ての望みを叶え与えるなど人知を超えた何かです。アンナ殿はこの国が欺瞞であると。そこまでは。ただ笑う者がいれば泣く者もいるのが道理です。この国も誰かの犠牲の上に成り立っているのではと。アンナ、君の言うことも一理ある。だが、国を挙げて民の人生を保障する、それは素晴らしい取り組みだと思う。何か情報がつかめましたか？うむ、ソルスレイ殿がウォルフォート家を配下にしたと噂になっていた。もう噂になっているのですね。教皇の召集はその件に関することだろうか。であれば、今後ハイサンドとどう関わっていくか、我々の意思を示す必要がありそうですね。俺はもう少し街を回ってみる。また後でな。
フレデリカ様、やはり他国の者は縁故に入ることはできないそうです。そうですか。母様が育った場所、そして最後の地を一目見たかったのですが。母君はあの縁故で。はい、何年も前にただ死亡したとだけ連絡がありました。なぜそのようなことに。母は煙鉄大戦の際、縁故で発生したローゼル族の大蜂起で逃げおおせた一人でした。その途中、深手を覆って動けなくなった折に、当時の広告総帥であった父と出会い、エスフロスト家の娘として私が生まれました。では母君はその後再び縁故に。はい、エスフロストの戦争責任を免除する条件として、母はハイサンドに連れ戻されました。そしてそのまま。さぞおつらかったでしょう。いいえ、母が残してくれたペンダントがいつも私を支えてくれましたから。フレデリカ様、エスフロストにいた頃のフレデリカの境遇は決して良好ではありませんでした。でも理不尽な扱いに耐え、ひたむきに学び続けた。その姿には私も感銘を受けました。ジーラ、買いかぶりすぎです。本当のことですよ。若、本当に良い伴侶を迎えられましたな。フレデリカ、成果はありましたか。一つだけ。今七星人が全員強豪宮に集まっているそうです。七星人全員が。我々に関することだろうか。嫌な予感がします。ですが教皇の召集を無視するわけにはいきません。うん、何であろうと行くしかない。そろそろ死者の方が来る頃では。さっきの場所に戻りましょう。いくらウォルフォートとはいえ、何の手柄もなく教皇への謁見などありえん。なぜ奴らが私と共に呼び出されたのだ。知っていることがあれば教えろ。滅多なことではありませんが、しかしこうも考えられる。ソルスレイ殿はそれほどの勢力を配下に加えたと。お主もそう思うか。貴公がウォルホートを引き入れた功績は七星人の間でも話題となっていますよ。孤立し弱り切ったウォルホートなど赤子の手をひねるようなものだ。間もなくソルスレイ殿が教皇の側近になるだろうと頬を噛む者ばかりです。愉快だ。いよいよ移動の老いぼれを追いやる時も近い。エンデ家の未来は安泰ですな。エニグマよ、貴公をすぐに引き上げてやる。おめでたい人だ。
招きに従い、ソルスレイ・エンデとセレノア・ウォルホーと参上いたしました。ではこれより女神と教皇の名において塩の不正取引に関する審問を執り行う。審問だと？まずセレノア・ウォルフォートに問う。ソルスレー・エンデは女神に背き塩を不正に扱い私欲を満たしている。そしてナンジラはその企みに乗り不正な塩の運搬に手を貸した。言いがかりはやめろ、イード！ソルスレー殿、お静かに。教皇の御前である。うるさい、コアッパが！我らエンデ家は女神の与えたもうた塩を長年預かってきた。塩の番人としての矜持も自負もある。不正などありえん、実に不愉快だ。ではこの2冊の帳簿について説明していただこう。縁子の兵が持ち込んだものだ。その帳簿を確認しようと詰め所に行ったところ、数字が異なる帳簿を見つけてしまったのです。お許しください、ソルスレイ様。恐ろしくて黙っていることはできませんでした。貴様、余計なこと。セレノア殿、お答えいただきたい。何時は不正に加担したのか否か。ただし嘘の証言をすれば何時らも同罪どころか教皇に背く大罪を犯すことになると心得よ。はい、我々はエンデ家の不正に加担しました。セレノア、貴様！ご苦労だった、セレノア殿。おかげで我が国の海を絞り出せた。しかし何時らも女神に背いたことには変わりない。無罪放免とはいきません。そもそもなぜすぐ我らに告発しなかった？その機会がなかったとは言わせん。それについては我々も苦渋の決断でありました。領主として家を守り民を守るためにはエンデ家の申し入れを受け入れるしかなかったのです。酌量の余地はある。だが悪に加担した罪は罪だ。返す言葉もありません。ですが恥を忍んでお願いいたします。我が民と一族のためどうかウォルホート家に教皇の庇護を賜りたいのです。民を愛する、その気持ちに嘘はないのでしょう。わかりました。では教皇にお伺いを立ててみましょう。セレノア・ウォルフォートよ、教皇のお言葉を伝えましょう。ウォルフォート家はノゼリアの要衝を支配下に置き、その名を知らぬ者はいない名家。エスフロストの横暴でついえるには惜しいと教皇はお考えです。汝が望むのならば七聖人の座につけてもよい。
そうおっしゃっておられます。おお。ただし何時らの領土内にいるローゼル族、彼らがここハイサンドの聖域に帰るよう取り計らってもらいたい、とのこと。彼らは煙鉄大戦の際に我らの聖域円湖で暮らしていた罪人たちの末裔、円湖で潮の女神に奉仕し罪を償うことがローゼル族のあるべき姿なのです。彼らが正しい暮らしに戻ることを教皇は強く望んでおられます。つまり我らが庇護しているローゼル村の住人を全員ここへ連れてこいと。答えは何時の中にある。教皇のお言葉確かにお伝えしましたよ。セレノア、ローゼル族の村の人々をハイサンドに差し出すのですか？それはフレデリカ様もご存知の通り、かの村は大戦停戦時にシモン様が保護を約束しました。しかし今のウォルホート家のためには違約もやむを得ません。本当にいいのか？当時のハイサンドとの仲裁には我が父も関わったはずだ。ウォルホートの諸君、こたびは災難だったな。どうだ、守備よく進みそうか？ローゼル族の受け渡しは？これは最初から計画されていたことだったのですか？計画？あなた方の望み通り、エンデ家の不正は暴かれました。その見返りがこの仕打ちとは、ひどすぎます。どうやら貴公らは勘違いをしているようだ。今のウォルホートは鷹ではない、ソルスレーの死に群がるハゲタカに過ぎん。我らを愚弄する気か？こちらこそ七聖人の座を軽く見られては困る。貴公らには本当に覚悟があるのか？覚悟？ウォルホートは翼をもがれてなおも飛ぼうと欲しているのだろう。ならば自らの血を流し、あらゆる屍を踏み越えてみせろ。その痛みを受ける覚悟がないのなら、今すぐ地に這いつくばり旗を下ろすがいい。血を流す覚悟。